翼猫とは翼のようなものがついた猫である。中国では天使猫とも呼ばれている。未確認動物とされる場合があるが、多くの写真、資料、研究結果がある。基本的に鳥のように空を飛ぶことはできない。空を飛んだという話も存在するが写真などで確認された例はない。翼猫猫に翼に見えるものが形成される理由として以下のようなものがある。 皮膚、毛皮が固まったため、猫皮膚無力症による物キ軽症候群による、モノ猫皮膚無力症は、異常な弾力と身長によって皮膚が変形してしまう、病気である。揺れ動く、翼のようなものは肩や尻あたりに形成される。この猫を撫でると皮膚が裂け、伸びる原因となることがある。筋肉繊維を取り込むことにより羽ばたく、可能性はあるが、猫のそれは、 鳥のように羽ばたいて飛び立つことは不可能である。猫皮膚無力症はコラーゲン血管により起こる。コラーゲンは皮膚細胞をつなぎ止める効果があるタンパク質である。この症状はダーモットープロキシー、遺伝性皮膚血管、男性皮膚とも呼ばれ、同様のものが人間、犬、ミンク、馬、牛、羊においても現れる。牛、羊のものは ダーモットスパラクシスと呼ばれる。馬の類似した症状は、コラーゲンディスプラナと呼ばれる。皮膚は異常に壊れやすく、皮膚でできた翼は、怪我が原因で容易に避けたり抜け落ちたりする。この例として、モルフがある。翼を形成するような劣勢染色体は、シャム猫及び関連種の猫に見られる。翼猫に似た生物は、ゲームなどのモンスターマスコットとして登場している。 それら作品で登場する翼は、実際の翼猫に見られない天使の羽を思わせるような鳥の羽に近いものが多く、妖精を思わす蝶の羽を持っているものもある。また、コウモリ猫と呼ばれるコウモリの翼を持った猫も存在する。SF 作家のアーシュラケールイコールグウィンは、翼があって空を飛ぶことのできる猫たちが主役である絵本、空飛び猫シリーズを書いている。 ありがとうございます。